クールオフィスプレゼンツ963-9959トンキークール。皆様本日ご機嫌いかがですか。クールオフィスプレゼンツ098-963-9959トンキークール、ヒュッキーです。今朝はいかがお過ごしですか。少しずつ寒さが強くなってきて、寝てる時のエアコンがいらなくなりましたね。え、まだ使ってる？実はね、私もまだ使ってます。だって朝は涼しくしないとなかなか起きれないですよね。え、起きれる？素晴らしいですね。私は実は朝起きが苦手でですね、青年期の終わり頃までは早起きできていたんですけどね、今では年間を通して朝日が昇るのさえ見たことがない生活になっちゃったですね。で、なんで早起きできないあなたがなんで8時半からラジオオンエアなのっていうことですが、少しね、自分にね、気合を入れさせるためですかね。たまの早起きが癖になってしまえば少し早起きリズムに乗れますよね。普段からこんないい癖をつけたいですね。ではそろそろ始めましょう。法律フィットネス、たまにゲストで紡ぐ098-963-9959トーキークール。まずはですね、法律関係の話題からいきましょうかね。朝からこんなの聞きたくないですか。そういう時はあなたの知識欲湧き上げてくださいね。知識欲でカバーしましょう。いろいろ知りたい、学びたいあなた、営業の枕言葉とかにいかがですか。職場での朝礼の挨拶とかどうでしょうかね。それでは本日は一番最初なんで、ちょっと面白い話で生前贈与についてお話しいたします。生前贈与、前振りがあります。法律をね、見たことがない方、パソコンとかスマホで eGov って検索してみてください。 eGov って探すときはカタカナで全然大丈夫。皆さん eGov を見つけたら画面表示に法令検索ってありますよね。パソコンだったら真ん中の上に法令検索、わかりますかね。ここに民法って入れてみてください。民法ですよ。ひらがなで民法って入れれば OK です。優しいですよね。でもね、漢字が違うと出てきませんので注意です。民法の民は民で、民法の法は法律の法です。ひらがなでも全然いいですので入れてみてくださいね。 FM 那覇さんも民法ですが漢字が違いますよ。条文読むのは少し先ですので今のうちに探してみてください。条文は民法の903条の後ろの方です。民法は条文が結構ね多くて大変探しにくいと思うんですが、903条後ろです。ゆっくり探してみてください。よろしくです。 eGov っていうのはですね、日本政府が作ったウェブサイトで日本のすべての法律をね読むことができるんですよね。これがね出来上がった時に非常に画期的だったんですよね。だって書物、六法全書とかなくてもね最新の条文が読めるんですよ。ウィキペディアによると、従来ですね、国の法令データベースとしては2001年から公開されていて、電子政府オープンデータの新たなステップとして法令データを使いやすく身近なものにするためとして2017年6月26日から eGov 法令検索が公開されたとのことです。日本政府が作った最新のフリーサイトなので、インターネットさえ接続できればウイルスは存在しないし、日本国内のすべての法律を一言一句読むことができます。そして今回のお話の前置きです。098-963-9959クールオフィスのホームページブログの最初の方で書かせていただいたんですが、相続前の財産贈与については令和になって大きな進展がありました。これね、ご主人が病気だったりするとね、結構ねよく聞かれておいた方がいいですよ。私たちの生活を守る民法が大幅に変更されて、実は今までにない大きな変化になったんですね。配偶者ってご存知ですか。配偶者、ご夫婦関係から見るとね、相方ですよ。相方である奥さんとか旦那さんに優しい内容になったんですよ。でもこんな内容でもね、知らなかった場合はね、法律家であるね、司法書士さんとか弁護士さんとか会計士さんなんかに話を聞くしかないでしょ。一般的な、ごくごく一般的な、単純に法律に明記されている条文の内容について時間を割いてお金払って専門家である司法書士や弁護士に聞くとかどうなのって気がしませんか。実はね、法律って少し読んで少し考えればね、概略はねつかめるようになってるんですよ。
極端に難しいというほどのことではないです。実は最近ね、法律の条文があれば何回か読むことで内容は理解することができるんです。これね、なんでかというと、最近の法律は全部ね、ひらがな書きで読みやすくなってるんですね。昔の法律ってカタカナ書きだったんですよね。それではですね、今回の事例というか昔聞いたお話なんですけどね、だいぶ前、今から7年くらい前でしょうかね、平成28年頃でしたかね、聞いたお話です。若かりし頃からナイスガイであったご主人は、2度目に結婚した奥様と長年寄り添い静かに暮らしておられました。ご主人は請求前に、まあ、お亡くなり前なんですけども、同居していた土地と建物について一緒に同居して生活しておられた奥様に一括でね、贈与されたみたいなんですね。それからしばらくしてご主人は持病でね、長い闘病生活をされた後、誤嚥性肺炎によって逝去されたんです。でね、この誤嚥性肺炎ってちょっとね、脇道にされますけどね、このね、誤嚥性肺炎っていうのがかなりの癖物でね、私的に言わせていただくと真っ当な病気ではないんですよ。これ実はね、飲み込んだ水とか、まあ、水分なんですけど、それがね、胃に入らずに肺の方に行ってしまってね、肺が炎症を起こすもので、はっきり言いますと、病人、あの入院された方、あるいはほら寝込んだ方っていうのはね、寝かせたまま飲食とかしたら絶対にダメです。これ間違ってね、肺の方に入っちゃうんですよ。だからこれね、姿勢を正した上でね、食事を食べるようにしてください。皆さん普段から食事はどのようにして食べますか？飲み物を飲むときはどのような姿勢ですか？横になったまま飲食はしないですよね。介護初心者はなかなか気づかないんですよね。これが一番危険なんですよ。横になったまま喉が渇いたりとかね、言われるとね、思わず上げてしまうんです。それがね、危ないんですね。また本人もね、気づかないうちに肺に炎症が起こるんです。病床の方の飲食は姿勢に要注意です。飲食は普段通りの姿勢を維持してください。そうでなければ水分補給などは点滴がいいと思います。ちょっとかなり脱線しましたけれどもね、どうしても伝えたかったので、病院や自宅でお亡くなりになる方で、個人的にはね、誤嚥性肺炎がね、多いのではないかなって、私個人的にはね、疑ってるんですよね。それではね、ここでね、中休憩ですが、ボーイズバンドのヒット曲をお送りします。シングルカットはねなかったようですが、本日の1曲目、2013年10月のアルバム、ミッドナイトメモリーズに収録されたワンダイレクションハピリーです。で、なんでシングルカットしなかったの？
いやー最高ですね。ワンダイレクション素晴らしい曲が多いんですが、あれだけ全部の曲が素晴らしかったらシングルカットなしもありえますよね。でですね、お話に戻りますと、このナイスガイのご夫婦にはお子さんはおられませんでしたが、前妻のお子さんが2人おられました。ご主人の性欲を財産相続の話し合いで、お子様は、まあ、以前の奥様のお子様なんですけどもね、ご主人から贈与された土地建物は相続財産であるとの主張があったようなんですね。まあそうすると、確かに生前の贈与なんで通常の相続財産に盛り込むだったんでしょうね。ご主人の生家の当時、奥様はまだ若くしてですね、働いてらっしゃったので、あんまり気兼ねなくお子様のね主張を理解して、まあ贈与でもらってたんだけど、相続財産として遺産分割されてるでした。もちろんその当時の法律が、生前贈与は相続財産となるため、そのような扱いでした。そしたらですね、令和元年の7月に施行された婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置という法律がねできましてですね、純粋に贈与扱いとなりまして、以前の取り扱いでいうところの遺産の先渡しでなくなったんですよ。相続財産に戻す必要がなくなったんですね。ただし一定の条件があって、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した不動産とか金銭とか、その現実にそこに住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること、建物とかの場合はそのまま住む見込みであることですね。でまた、あの贈与がですね金銭だった場合は、その2000万円の上限があるみたいです。この辺はちょっと注意が必要かもしれないですね。以上から現在では、配偶者で居住建物の生前贈与は相続財産にはなりません。もちろん建物代金として購入する分の金額をもらったとしても同じです。これが現在の取り扱いです。なお、この根拠条文は民法903条4項、2019年7月1日に新設されました。では皆さん、今説明させていただいた内容について関連する法律を読ませていただきますけど、よろしければ先ほどのね、イーガボをね、パソコンとかスマホで見てください。まあ見なくてもいいですよ。聞いておけばそれで OK なんでね。もしよろしければ皆さんもご一緒に読んでみてください。民法第903条第4項、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である非相続人が、他の一方に対しその居住のように供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該非相続人はその遺贈または贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。なんか婚姻期間とか非相続人とか意思とか推定とか単語が難しいですよね。そこでね、ここね、最近流行りの AI に説明を任せましょう。何を言ってるかというと、結婚期間が20年以上続いた夫婦の一方がもう一方に対して自分の住んでいる家やその敷地を贈与または遺贈する場合に関するものです。この場合、贈与や遺贈を受けた側が贈与や遺贈を受けることについて相続財産としての特別な手続きがなくても自動的にその贈与や遺贈を受け入れるとみなされるということを示していますとのことです。少し分かりやすいですよね。生前贈与のお話はここまでです。それではね、ここでね、一旦 CM に入らせていただきます。誰でも気軽に電話できる0989639959クールオフィス那覇市役所からわずか2分の高位置で、親族の相続登記、あなたの法人設立をサポート支援します。0989639959クールオフィス。司法書士、行政書士のお仕事は0989639959クールオフィスに全部お任せ。相続急がなきゃ、それなら0989639959クールオフィス。起業したい、それなら0989639959クールオフィス、全部お任せ。改めましてこんにちは。クールオフィスプレゼンツ0989639959トキクール、メインパーソナリティのヒュッキーです。現在のね、肉体をね、まとって、現時点で40年以上経過されている方、お元気でお過ごしでしょうかね。日頃のお体の調子はいかがですか？実はね、壮年、中年、高年、高齢、老齢とかね、いろいろね、表現があるんですよね。40歳以上になってくるとね、なんかちょっと気になり始めますよね。で、そこでね、本日の2つ目の話題はね、この高年齢層の分類ですね。実はこの高年齢層で何歳から何歳までなのか非常に分かりづらくてですね、まあしばらくちょっと説明しますので
まあ、これはホームページからの引用なんですけどね、読んでみますので、皆さんちょっと聞かれてみてくださいね。皆さんが一般的に表現しているこれらの文字について、具体的にね、その年齢層を皆さん理解して話されてるのかな。私はね、今まで理解してないってことに、はたと気づきました。壮年、中年、高年、高齢、老齢、ね、今回調べまくりました。まあ、結論にちょっと近いところはあるんですけどね、公的なウェブページの内容でさえ、それぞれ年齢層がね、違うんですよ。当方といたしましては、かなり困惑している状況にあります。言わずと知れた Google 様でさえ、中年期を検索すると、トップページに京都府のウェブページの2つが最上位に上がってきますね。そして、高年期と検索すると、やはり京都府のウェブページが最上位なんですね。京都府、結構、この、SEO 対策してるんでしょうかね。次に、壮年期として検索するとね、健康山口サポートステーションのウェブページが最上位になります。山口県のものですね。今度はね、高齢者として検索すると、ここでやっと検索2位に那覇市の高齢者福祉というページが出てきます。いやー、那覇市はね、SEO 対策頑張ってますよ。いや、対策とかまでしてないかな、ちょっと不明ですけどね。では、老年期はどうでしょう。ここでね、新潟県のホームページ、魚沼っていうのが出てきました。ところで、じゃあ法律的にはどうなのっていうようなところでですね、その年齢層の関係でですね、調べてみて、高齢者の医療の確保に関する法律っていうのがあるんですよ。これね、65歳以上高齢者とした上で、65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上後期高齢者と分けて定義してるみたいですね。また、たまたまね、ヒットした世界保健機関 WHO で高齢化に向けて取り組むっていうですね、資料をね、作成公開された住ゆかさんという方のね、作られた PDF みたいなのがあってですね、そこで日本老年学会の提言として、65から74歳を準高齢者、75から89歳を高齢者、90歳以上を超高齢者と、提言してるみたいですね。では、壮年期とは、この壮年期ってなんかちょっといい感じの単語ですよね。これ気に入ったんですけどね。で、それでね、いくつか出てきたホームページを参考に探っていくと、この看護師たちのホームページでしょうかね、看護ルーというウェブページではですね、壮年期は、なんと30歳前後から60歳前後の期間を指すって書いてあるんですよ。ね、壮年期は社会的な責任が増し、次世代の育成に貢献する時期である。身体は機能が徐々に低下して、健康への関心が高まってくる。まさにその通りなんですけどね。癌や生活習慣病が発症してくる時期でもあると書いてますね。でもちょっと決めつけてあるところがちょっと嫌なんですけどね。そして、日光市のウェブページではね、壮年期を40歳から64歳としてね、このね、看護ルーさんとね、10歳程度隔離、離れてるんですよね。で、まあ、これも似たように、身体機能が低下、云々って書いてあるんですけど、生活習慣病などの病気発症し始める時期ですって書いてある。きっぱり書き込んでありますね。なんていうかな、そこどうなのかなと私個人的には思いますけどね。また、社会人として職場や家庭での役割責任が増え、ステルスを抱えやすい時期でもありますと。まあ、ここわかりますよね。大人になってね、みんないろんな人間関係増えてね、大変になってきますよね。そして、山口県のね、健康山口ステーションでは、このね、ウェブページでね、0歳からね、65歳以上までね、分類してるんですね。ここはね、乳幼児期が0歳から5歳、学童期は6歳から12歳、思春期は13から18、青年期は19から39、壮年期は40から64、高齢期は65歳以上。だいぶ高齢期の人が増えつつありますけどね。そして、京都府のウェブページでは、中年前期と中年後期という、この、まあ、これ高年齢層の人たちなんですけどね、この2つに分けてあって、中年期は40歳から64歳までの25年間を行って、身体的、社会的、家庭的、心理的に変化の多い時期です、なんて言いますね。で、そこでまた追加で読んでいくと、安定と不安定、若さと老い、獲得と喪失が共存する時期。今まで積み重ねてきたものを洗い、取り直し、時には人生の危機に直面する時期でもあります。なんか、ドラマチックな表現されてますね。ここで、もう一つ、保険市場タイムスによると、何歳から高齢者というページがあり、
その中でですね、国連のことを言ってるんですよ。国連では60歳以上高齢者として定義し、80歳以上を後期高齢者としています。一方、これ一方ですよ、国際保健機構は WHO ですね、国際保健機構は高齢者は65歳以上となっており、80歳が以上が後期高齢者とされています。なんかここだけでもね、5歳以上の開きがあるんですね。不思議な気がしますけどね。まあ、最近注目を浴びてる学問にですね、高齢者にまつわる研究を行う老年学っていうのがあるらしいですね。で、この老年学では65歳以上が高齢者とされ、65歳から74歳を前期高齢、75歳から84歳を中期高齢、85歳以上を後期高齢者としています。実はこのように高齢者のね、定義ってね、バラバラ様々なんですね。でね、ここら辺はね、厚生労働省の e ヘルスネットというホームページではね、高齢者っていうのはね、年齢が高い人を指す用語として、何歳以上を高齢者と呼ぶかは時代や地域によって異なりますってはっきり書いてるんですね。これなんかどうなのかなと思いますけどね。で、現在世界保健機構 WHO では65歳以上高齢者としていますって言いましたね、先ほどね。日本ではね、法律上でもね、またちょっと書いてあってね、改正道路交通法では70歳以上高齢者、高齢者講習とかね、高齢運転者標識とかね、これ義務付けられてたりしますよ。その一方、高齢者の医療確保ではね、65歳以上高齢者みたいな形でね、3つに分類されて、もうちょっと年ばっかり言ってもしょうがないですね。で、この法律が制定された昭和57年時点で65歳以上の高齢者の割合は 10% らしかったです。ところが令和4年、なんと3倍の 30% 近くまで上昇しているらしいです。ということは現在令和5年なんで、まだ上がってる可能性高いですね。またこの間に平均寿命は男女とも7歳以上伸びていることから、これまでと同様65歳以上高齢者とすることについては議論が起こりつつありますっていうことが書かれてますね。まあ、このように各種の法律で扱う対象としての年齢層については、その法律様々な考え方に基づいて、まあ、決めてあると思うんですね。で、今回はウェブ情報でね、説明した内容を読み上げましたけどね、次回はね、もう少し分かりやすいことをしましょうかね。法律フィットネス、たまにゲストで紡ぐ、098-963-9959、時来る、そろそろ中休憩といたしましょう。ここでね、私昔気に入ってる曲なんですよね。ロック系のクールオフィス的名曲をお送りしたいと思っております。本日の2曲目。これね、1980年のね、ヒット曲なんですね。J. ガイルズバンドのカムバック。最高でね、1980年の3月22日のビルボード32っていうのことですね。なんで1位じゃないの？あ、しまった。あ、違った曲。ごめんなさい。なんでこっちに行ったんだろう。くそ。ここまで行って。ちょん切るわけにいかないんですね。もう最初ですね。
改めまして、098-963-9959トキクルメインパーソナリティのヒュキです。いや、最高ですね。J ガールズバンドはこの時代にも他にもいい曲出してるんですが、機会があれば後日紹介させていただきます。ところでヒュキも年齢層的に壮年の部類に入るんですが、壮年は範囲が広いですよね。しばらく壮年で通そうかな。そして本日の主な話題は生前贈与ですね。これについて説明させていただきました。ね、これ知ってるのと知らないの大きな差があるんでね。また今回のフィットネス関係については年齢層の用語説明でした。098-963-9959トキクール、お相手はヒュッキーでした。それでは皆さん、また来週。